さてと、一体今日俺はここに何をしに来たんだみたいになってますけど、被災まで来て多分風カツ丼食って帰るだけだろう。うわぁ、本当に何しに来たんだろうなってな感じですけど、もう時間も近いし、そろそろ戻ってかんとな。あ、入った。しまった、ちょっと小さいのにしすぎた。さあ問題こっからだ。どうしたもんかな。さてどうしたもんかな。こっちに来たはいいけど、天気も天気やし、とりあえずぼちぼちと戻ってきましょうかね。よいしょ。なんか言ったら面白そうなとこがあったら夜って感じで、あるかな。混んで混んでるね。あと右折禁止か、引っかかった、完全に引っかかった。マジか。よいしょ。裏側から出れるのかな。これはもしかして袋更新ってやつかな。失敗したな。すごいんですよ。くっそ見にくっか。こんなところ山頂広かったんや。あ、そうや、鍋買ってかなあかんのや。家で使ってる雪ひだ鍋が寿命を迎えましてですね、こっちから行くんやったら鈴鹿であたりで積んでくる時間やで、鈴鹿のビバホームあたりかな。ということでね、道北かのね、あの鈴鹿サーキットの近くの琵琶湖まで来ましたけどね、まあちょうどここでその言っとった雪平鍋とか買って買い出しして、ちょうど5時前なんで、ここで来る時間やから、ここでちょっと床潰すのもありですね、というか寝め、ちょっと軽く寝るのもありですね。まあそんな感じで買い出し済ませようと思います。さあ、買ってきましたけどね、何やったっけ、雪平鍋と、あとは魚焼く網ね、そう、あれがね、いるなって言うんでね、今までね、普通のフライパンで焼いてたんですけど、やっぱ油がね、処理が大変なんでね、やっぱ、ああ、持っといた方がいいかなってことでね、買っときましたよと。とか、他にも、ちょっといろいろと買ってきたけど、まあ別に、家に帰ってからがしてもいいかもしれませんけどね。よし、あと何かあったっけ。あと、シンク周り用のこのサビ取り剤なんてあるんですね。これもちょっと使ってみようかな、レビューでもしてみようかなと思います。サビ取り職人って、なんか
あのかけるだけで、あのサビが取れるらしいです。シンク周りのやつとかに使えるらしいんで、これなんか便利そうになってるね。やってみました。あのこれからね、その山田チャレンジとかって言って、今ショートで食べる動画上げてますけど、ちょっと調理風景とかもちょろっと映そうかなと思ったんですけど、あまりにももうサビとかがひどくてね、ちょっと映せない状況だったんで、これでどれくらい変わるのかっていうのもね、ちょっとレビューやってみたいなと思ってます。とあとはなんだ、あとね、水筒をまた使う季節になったんでね、水筒洗うようなやつ一回ちょっと洗っとこうっていうのと、あとダニ取りね、そう、これはそうそう交換時期なんでね、これを買いましたよっていう。これ便利なんですよね。これ本当にダニ取ってくれるんで。あとはなんだ、ああ、そう、僕ね、これ、ちょっと、1枚。下に着てるやつですけどね、この手の、下に着るやつですけど、これがね、ちょっと1枚もちょっとお釈迦になったんで、買い替え用に買いましたよと。いうぐらいかな。あとはなんだ、ああ、冷蔵庫用のね、やつと。こんなようなやつを買ってきましたよというところらへんですね。さあ、でね、スガキ屋でも食っていこうかなと思ったんですけど、なんかね、すんごい混んでるんですよ。なんなんやろなと思ったら、今日、半額セールやってる日なんですね。なので、もう超満席で、ちょっと、だいぶ時間かかりそうだったんで、そのまま出てきました。うん、どっかで夕飯食っていかないとね。天気行こうかな。ちょっと遠いけどな、ここからやと。どれぐらいで行ける？ここから天気って。めちゃくちゃ天地食いてえわ、久しぶりに。他に何かあったっけ。気分は天地なんだよな。はい、ってことでね、調べてみましたけど、なんか16分くらいで行けるらしいんで、天地行こうか。とってもいいでも食べよう。よし、でナビ開始してもらおう。ちょっとなんか抜け道じゃないですけど、裏から回ると早いみたいなんでね、この案内に従ってね、行ってみたいと思います。よいしょ。やっぱり挟める、なんか鉄柱サイズも挟めるやつでしたけど、本当にちゃんと挟めるんだろうな。全然挟めやんかった。この手帳がね、妙に分厚いんだよな。ダメだな。音声案内だけで行こう。これがね、手帳型タイプを使ってる人の宿命ではありますね。うん。腰も払ったし。じゃあちょっと天気の方行きますか。ちょうど真横ぐらいなんですね。ストーンと行ったらいいみたいです。